かねてよりお伝えしてます通り、次期首相の最有力候補となっている石破茂さんは、日本の農家に関しては、一応農政家と思われてますけど、本当は企業の成功モデルを日本全国に普遍すると、要するに農業を企業化するぞっておっしゃっています。これ日本の農家大丈夫ですか？そして石破に協力するかもしれない勢力も、石破の農業企業化に賛成するかも、あるいは一旦農家の所有地を国に戻して、で農家に適した人たちに再分配するとか、もっともらしいようなことも、都市にとっては、都市市民にとってはもっともらしいようなことを言いながら、地方の農家にとってはたまってます。ただ後継者不足で困っている。だから起業化しましょうって、絶対来そうですけど、でもやっぱり起業化無理がありますね。やっぱり個人に再配分しましょうって言って、誰がもらえるというの。まあ、渡来人、帰化人など、もちろん、在日とか、に与えられるでしょうね。そう、みんな日本の土地欲しいの。なんでって。雛形やからでしょ。主の国やから。うちの国やから。天皇家も、だから古代に日本を侵略したわけ。ところが、そんなこんなでもうくたくたやねん。うちの体は。実は戦国時代の方がまだ楽だったんです。うちは。ね。皆さん殺し合いしてくれるのが、まだ国土にとっては楽なんです。しんどい、その押し付けの時代が一番しんどい。国土にとってはね。国土も押し付けられるのが一番嫌だからね。都合で勝手な開発されるのが一番嫌。それやったら流血の戦国時代のがまだマシだったって意味よ。でも疲れ切ってるから日本の国土は。一旦塩風呂に入りますって言ってるでしょ。一最近しょっちゅう塩風呂に入っています。日本列島沈みます。予告通り、予言通り。で、その、一応、ブリテン諸島が沈むか日本列島が沈むかどっちかでいつもやってたんですけど、今回両方、沈む可能性が高くなりました。その代わりそれぞれ沈む土地は減るでしょうけど、日本列島だけ沈むなら相当沈む、ブリテン諸島だけ沈むならブリテン諸島相当沈む、でもブリテン諸島も日本列島もどっちも沈むならどっちもある程度沈むだけで済むと思われます。それが一番いいでしょ。なんかブリテン諸島沈没する、大英帝国沈没説として前から言ってたよ。そういうことやね。ブリテン諸島と日本列島がまあほどほどにどっちもひどく沈む。ひどくいいか。まあ、ちょっと沈んでしょ、ね。沈むって言わないけど。国土がガーッと沈みます。沈むか、潮風呂にビラーッと掴みます。津波どころじゃない。逆流どころじゃない。国土がグイーッと下がってきます。お風呂にシャーッと掴む。ブリテン諸島もそうです。それぐらい疲れ切ってるんだよね。ブリテン諸島も、日本列島もどっちもこき使いやがって。ということです。だって、日本の土地買うメリットは、ちょっとリスクがありますね。どこが沈む、どこが沈まないなって、また打ち予定してませんし。